さあ今日のセットはとてもギミックがたくさんある楽しいセット。マリオを操作して2人で協力して敵を倒すのもよし。とてもよくできていますよ。せーの、 MJ マリオチャンネル。はい、ということで MJ マリオチャンネルの MJ です。本日紹介するのはこちら、ヒューバン。はい、ということで本日紹介するのはこちら、レゴスーパーマリオデカガモンと雲の上チャレンジ71409、紹介していきたいと思います。はい、ということで中に入っていたのは袋が2つと透明な棒が2本入っておりました。あとは説明書でございます。では早速作っていきたいと思います。マリちゃん、おしゃ、では最初に一番の袋開けていきたいと思います。いきますよ。よいしょよいしょ。さあ最初の一番の袋からは何ができるのでしょうか。細かいパーツを組んでいきます。お、甲羅のパーツも出てきました。目のパーツもつけて、口のパーツもつけていきます。ブーメランを持たせれば完成。はい、ということで最初にできたキャラクターはブーメランブロスでした。一回レゴピーチで遊んでいきたいと思います。いきますよ。よいしょ、踏みます、せーの。はい、ということでブーメランブロスは4回踏むと倒すことができるキャラクターです。とても可愛らしいキャラクターです。では2番の袋開けていきたいと思います。マリちゃん、おっしゃー、では2番の袋開けていきたいと思います。さあ次に作っていくのは何なんでしょうか。土台を作っていきますよ。細かいパーツを合わせていきます。お、カラーコードのついた台もつきました。お、動くみたい。バンパーのついたパーツも出てきました。これを合わせていきます。緑の細かいパーツもつけていきますよ。白いパーツも出てきました。横につけていくみたいです。反対側にも同じものを作ってつけていきますよ。 OK。 さあこの緑のパーツ一体何になるんでしょうか。棒のパーツも出てきました。さあ今まで作ったのと合わせていきます。一体何になるんでしょうかね。お、パーツがつきました。同じようなものをもう一個作っているみたいです。反対側にもつけていきます。おーしゃー、では3番の袋開けていきたいと思います。さあまた細かいパーツを組んでいきます。お、甲羅のパーツが出てきました。ということはこれの後ろにやっぱりつけますね。さあ続いては何でしょうか。お、雲のパーツを組んでいきます。これを合わせて合
体させていきます。お、雲の上に浮いてるみたいな感じになってますね。ということはこれはあのキャラクターを作っているみたいですよ。お、これは多分口のパーツを作っていますよ。お、目のパーツもつきました。これでなんだかもう分かってきましたね。今度は髪のパーツを作っていきますよ。うん、カラーコードもつけて本体と合わせていきます。 OK。 次にこのキャラクターが持っている武器を作っていきますよ。細かいパーツをつけていきます。同じのをもう一個作りました。これを合わせていきます。OK、 これを持たせれば完成。はい、では次にできたのはデカガボンでした。かなり大きいキャラクターができました。では少し遊んでいきたいと思います。ここのギミックを踏むとデカガボンのバーが後ろに下がりました。離れるとバーを投げることができます。これをうまいこと避けてここの上にあるカラーコードを踏んでいきます。ではやってみましょう。はい、ということでデカガボンは4回踏むと倒すことができました。では次行ってみたいと思います。マリちゃん、よっしゃ、では4番の袋を開けていきたいと思います。いきますよ。よいしょ。さあ次に一体何ができるんでしょうか。お、もうほぼほぼ出来上がってますね。細かいパーツをつければ完成。はい、ということで次にできたのはスターブロックでございます。このブロックを踏むと必ずスターが出ます。よいしょ。はい、ということでスターが出ます。そうすると今まで倒した敵をなんと一撃で倒すことができます。はい、ということででは次行ってみたいと思います。マリちゃん、さあ続いては一体何を作るのでしょうか。細かいパーツをつけていきます。お、キノコの台が出来上がりました。お花をつけて一旦横に置いておきます。バンパーのついてるキノコの台も作っていきます。お花をつけて OK です。さあ続いては何を作るんでしょうか。白いパーツを組んでいきます。お花をつけて長いパーツも出てきました。お、カラーコードもつけていきます。これを今まで作ったのと合わせていきます。ん、シーソーみたいなものができました。赤いパーツを組んでいきます。白いパーツもつけていきます。これを合わせていきます。もう一個同じものを作っていきますよ。白いパーツをつけていきます。できました。これを合わせていくと、お、もうほぼほぼ出来上がっていますね。かわいい。これをシーソーと合わせていきます。完成です。はい、ということで次にできたのはキノコの台が2つ、こっちはバンパーがついててトランポリンで、あとはパックンフラワーができました。どうやって遊ぶかはちょっと一回やってみます。いきますよ。レゴピーチでやってみます。いきます。という
レゴピーチはジャンプして反対側のシーソーを踏んでいくようにして倒していきます。はい、というふうにして遊んでいきます。では次行ってみたいと思います。マリオチャンネル、マリオチャンネル、マリオチャンネル。おーしゃー、では5番の袋開けてしまいましたのでこのまま行きます。さあ次は一体何ができるんでしょうか。足台を作っているみたいです。細かいパーツをどんどんつけていきますよ。L 字のパーツが出てきました。お、なんか長いパーツができましたね。同じものをもう一個作っていきます。うん、できました。足元のパーツも組んでいきますよ。お、マリオが乗ることができるような台もつけました。雲のパーツもつけて下の灰色のパーツを組んでいきます。同じものを2つ作りました。これをこの中に入れていきます。お、これを動かすと動きますね。お、なるほど、キノコの台を作っているみたいです。はい、ということで次にできたのは雲の上のリフトでございます。使い方はレゴピーチを乗せます。これを交互に動かして上にいるキャラクターを落とします。落として踏んであげれば、はい、という風に遊ぶことができます。では次行ってみたいと思います。マリちゃん、おっしゃー、では最後の袋6番開けていきたいと思います。いきますよ。さあ最後の袋からは一体何ができるのでしょうか。透明な棒のパーツも出てきています。雲のパーツもつきました。葉っぱのパーツをつないでツタを作っていきます。これを合わせていきます。できた。これをもう一個作っていきますよ。OK。さあ今までできたギミックを合わせて一つのコースにしていきますよ。はい、ということでデカガボンと雲の上チャレンジのコースができました。説明をしていきたいと思いますよ。さあまず最初にあるのはこちらのデカガボンでございます。デカガボンはここを踏むと投げることができます。上にあるカラーコードも4回踏むと倒すことができます。次にこちらのギミックです。裏にホッパーもあります。そして次に紹介するのはこちらです。これを踏むことによってブーメランブロスが動きます。これを急いで踏むとブーメランブロスを吹き飛ばすことができます。最後にこちらにスターのブロックもあります。これで一撃で倒すことも可能です。最後にやるのがこちらのパックンフラワーです。よいしょよいしょ。で反対側に回ってカラーコードを踏みます。とやると倒すことができます。こちらのパックンフラワーは2人で協力してやっても OK です。コースの説明をしてみました。マリちゃん、はい、
ということで本日はレゴスーパーマリオデカガボンと雲の上チャレンジ71409紹介してみました。かなりボリューム満点のコースとなっております。デカガボンのギミックだったり雲の上のリフトかなりよくできています。スターブロックを使って一気にキャラクターを倒すのもありです。パックンフラワーは2人で協力してやっても OK なギミックとなっております。ドカンとゴールをつければこれで遊べると思います。スターターセットと組み合わせて遊んでみてください。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。以上 MJ マリオチャンネルの MJ でした。バイバイ。やっ